はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。えー、新しいガチャが、えー、ちょうどね、EP リトライガチャと入れ替わりかな。で、登場しました。ので、えー、解説やっていきたいと思います。はい。<laughs> 下にね、書いてありますね。ズドンとね。うん。これが来ましたね。ということで、ダブルリトライ11連ガチャが登場しましたので、こちらの解説を行っていきたいと思います。 まあ今回の抱き合わせはね、まあ今現在登場してますストライカーフォーカスドプレイヤー第4弾に加えましてガーディアンが復刻してるっていうね、結構ストライカーガーディアン一緒の組み合わせというのはなかなか熱いタイミングじゃないかと、まあ思われてる方もね結構いるんじゃないかなと思うんですが、まあ選手等をね、また振り返ってみて、まあどういった選手が出てたかなとかね、はい、そういったところを触れつつ、まあ結局ね、えー、ガチャの評価はどうなのかというところを最後までね、えー、やっていけたらなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということでね、早速見ていきますか。ガチャ詳細ね。はい。ダブルリトライガチャね。合計出現確率18%。多いですね。10%、18%ね。はい。ということで、まあ概要なんですが、先ほど言いました、ストライカー、ガーディアン、フォーカスドプレイヤー第4弾が出現してますよと。で、最大2回引き直しができるっていうところがね、このガチャの特徴です。 なので、まあそうね、250バモで実質750バモ分のガチャが回す体験ができるだけですね。はい。だけというのは、まああれですけど、はい。ということで、はい、こんな感じのガチャですね。まあダブルリトライを歌ってるガチャなんでね。はい。まあスペシャルワーク動行というよりはそこが、はい、今回の、まあ、スペシャルな部分ですね。で、えー、まあそうですね。合計確率18%。これはちょっと後で見ていきたいんですが、 で、ここもいいね。まあ、詳細もいいですね。今説明した通りですね。毎回2回引き直しの合計確率18%ね。はい。ということで、じゃあガーディアンってどういう選手出てたのというところをね、ちょっと見ていきたいんですが。まあ、まずヨニッチ選手がね、はい。1番でしたね。1番上ね。酒井豪徳選手とかいいね。スオービック選手出てましたね。小島選手のシュートセーバーのこっちのやつ出てたね。荒木選手もね、結構強いカード出てましたね。ゴンダ選手がちょっとテリトリー。 の、えー、煽り食っっっちゃったかかななて感じかな、うんまあ、岡村選手、上田選手、ホイブラーテン選手、えー、片山選手、孫ン,ン選手、畑中選手、まあ、畑中選手とかもね結構強めですね、これね。はいであとは、まあ、杉岡選手とかも悪くないですね。はい、あとは、まあ、そうね、バーって見ていって、うーんまあ、野田選手とかも結構スキルいいかな。はい、まあ、グレード低いところ出た河野選手とかもまあ、まあまあ悪くはないね。うん あとはね、誰がいいでしょうね。うーん。<laughs> あー池田ジュラト選手ね。はいはい。池田選手ね、ボナセンディフェないけど、まあ、ソリッドガーディアンとインターセプトの組み合わせだし、まあ、チャレマとかもできるんでね。まあ、ここも美味しいですよね。当たるとね。はい。まあ、マンシャー選手、ショジ選手。まあ、リカルド・グラッサー選手もね、結構スキル構成いいですね。ガーディアン、インターセプト、ヘディングクリア。まあ、ボナセンディフェここもないですが、まあ、他のセンスとかでね、補えると、十分候補に入ってきそうです。はい。 柳選手出てたね。はい。ボランチの守備値高い選手としての需要高いですね。まあ当然センターバックもいけますけどね。まあ特にボランチとして見るのがいいでしょう。まあそんなもんすかね。あ,あと西川選手がね、シュートセーバーで85で出てましたね。はい。これもちょっと注目されてたんじゃないかなと思います。はい。ということでこういった面々が今復刻をね、ちょうどしてるというところですね。これと、まあ今現在のストライカーとフォーカスドプレイヤー第4弾はもう最近取り上げたので、まあここはちょっともういいかなと思いますね。はい。 ということで、まあそのね、ガーディアン含めた、えー、3限定18%ということで、えー、登場しております。こちらのガチャなんですけれども、まあ一応確率もちょっと見ときますか。はい。まあおさらいみたいな感じですけどね、毎月やってるんでね。えー、提供割合ね。はい。 まあ基本的な確率はこのままですね。82%がレギュラーで、ガーディアン6%、ストライカー6%、フォーカストプレイ第4ーというね、流れですで。あとは、まあ普通にじゃあ6%のうちのどれぐらい85以上確率あるんだというところなんですが、まあ全部限定一緒なんでどれか試しに見て、まあガーディアンとかでいいかな。まあ85から88が0.27%で、89から92が0.16%で、93から96%が 0.016%97 から98が0.002%ということで、これ全部足しても0.45ぐらいじゃない多分。 うん。ざっくりね。0.45%しかないっすね、実は。はい。その分、まあ多く弾けるから、まあ多く引いて、まあね、チャンスあればな、みたいなガチャっすよね、要はね。うん。だ特に85条ピックアップとかもないんで、このガチャね。まあでも、まあ夢は詰まってるっすよね、このガチャね。うん。このガチャ夢は詰まってますよ、確かに。うん。僕はあんま好きじゃないんですけどね、正直ね。はい。結構好きな人多いですよね。ということで、まあ 0.45×3 なんで、まあ1%ぐらいあるのかな、足したらね。 0.3%ぐらいですか ?34% ぐらいですかうん。を、えー、毎回まあ引けばいいみたいな感じでざっくりでいいんじゃないですかね。まあちょっともうちょっと本当は細かい計算あるでしょうけど、まあ、そんなとこまで出してね、わざわざガチャの確率出してもなって感じなんで、はい。まあざっくり1%パーぐらいあると。うん。1%パーぐらい可能性あるんじゃないかと思って引いていいんじゃないですかね。で、その1%パーのうちの多分、まあ、0.75%ぐらいが85から88で、で、20%パーぐらいが89から92で、 とか、そんな感じじゃないいや、そん、もっと低いか。85から88だったら、まあ60、60%ぐらいですかね。うん。ぐらいかな。うん。で、89から92がもう35%ぐらいあって、残りね、93以上で5%。まあ、5%もないね。3%ぐらいね。27%ぐらいですね。まあ、どうでもいいですけどね、そういうことね。はい。ということで、まあ、なかなか上の方はね、狙いにくいけど、まあ、92までだったら結構現実的なガチャと言えるんじゃないかなと。まあ、ここの範囲で結構狙ってるね、選手が、まあ、ガーディアンストライカー、フォーカス系ね。 いるんであれば、まあ、チャンスかなとは思いますね。はい。ということで、まあ、そうね。うん。<laughs> であと、今回は、まあ、ガーディアンとストライカーとフォーカストプレイヤー第4弾っていう結構ポジション限定の組み合わせなんで、まあ、そのポジションにそもそも欲しい選手がいるとか、あとは、そのポジションちょっと自分若干弱めなんだよねとかいう人は、まあ、ちょっと手出してみても面白いかもしれないですね。うん。 まあ特にストライカーとかだとね、92以下、まあガーディアンもそうですけど、フォーカスもそうですけど、結構優秀な選手いたりするんで、まあそことかをうまく弾ければ戦力補強になるかなとかね。まあ一応基準は92以下の選手で考えた方がいいとは思います。はい。で、まあどうなるかって感じですよね、各自ね。はい。ということで、まあ、そうね。うん。<laughs> まあこのガチャを引くべきか引くべきじゃないかっていうところの話に関しては、まあ基本はまあ別に引かなくてもいいんじゃないかなっていうのが正直な結論なんですが、 まあ結構みんな好きですからね、ギャンブルね。うん。<laughs> まあぜひ、まあ1回ぐらいとかだったら、まあ追っても面白いんじゃないですか。まあ MVP ガチャ1回引くぐらいだったら、まあダブルトライで一発夢見てもいいんじゃないかなっていうのは正直まあ思うところでもあるので、まあこのガチャでどうしてもガチャ、あこのタイミングで、まあどうしてもガチャ引きたいとか、うん。<laughs> なんだかどうしても抑えられない。衝動が無理だ。ギャンブル。 本能がうずくとかね、うんまあ、そういう人は、まあ、まあ、アブザーマッチの1回目回すぐらいだったら、うん、ダブルリトライ挑戦してみてもいいんじゃないかなぐらいだと思います。あとはポジションとかで自分で、まあ、狙ってる選手が中にいるかとかね、まあ、ポジション的にどうなのかというところを判断した上で、ぜひね、えー、チャレンジャーの人は挑戦してみてください。まあ、ちなみに僕は、うーん、まあ僕はね、って感じです。はい。<laughs> ま正直別に引かなくてもいいけど、周りの圧がすごいっていうぐらいね。はい。まあ、そんな感じだと思うんでね。まあ今日ちょっと体調がね、僕はまあ正直良くなくて、うん。ちょっと配信できるかわかんないですけど、まあ配信、ね、フレーム配信とかしつつ、まあ、罰ゲーム代わりに使おうかなとか思っちゃったりしてるんですけど、まあぜひね、どうしても僕に引かせたいという人はね、ぜひね、配信、もし今日あるか、あるかどうかちょっとわかんないですけど、体調次第ですけど、まあ夜8時ぐらいから、<laughs> ぜひ、あの、引かせに来てください。 はい、まあ一応条件組んだりしてるんで、はい、ぜひ企画に参加していただいて、まあ、ぜひね、はい、引かせて、引かせてあげてください、僕にね。はい、ということで、じゃあ今日の、えー、こちらね、ダブルリトライガチャが登場しましたので、解説動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。